たジャイアントパンダ、竹も大好物ですが、それ以上にニンジンやリンゴ大好物です。運動場に散らばっているリンゴやニンジンを探して食べている姿もご覧いただいております。弟のエリキン、お姉さんのエリキンが食べている竹、美味しそうだなと思ったのか、近くに座って一緒に食べております。実はジャイアントパンダは1日で20キロから30キロもの竹を食べなければいけません。ジャイアントパンダはもともと氷河期以前から生きておりまして、その頃は肉食動物として生きておりました。そのため氷河期を迎えまして、獣としていた動物たちが少なくなってしまった。